米国が日本も原子力潜水艦保有してもいいんじゃないのと言った結果、韓国さんが日本ばっかりずるいとか言い始めたようです。記事と韓国の反応を見てみましょう。アメリカ海軍参謀総長のマイケル・ギルデイ氏が現在原子力潜水艦の確保に乗り出したオーストラリアの事例を提示し、日本の原子力潜水艦保有の可能性に言及しました。アメリカ海軍研究所が運営する軍事専門メディア USNI ニュースによりますと、ギルデイ参謀総長はこのほどオンラインフォーラムで、日本が原子力潜水艦を建造しようとする決定は数年間にわたって政治的、財政的に国家レベルの支援が求められる大きな一歩だと述べました。それとともに、そのようなプロジェクトのためには適切な人員、訓練、プラットフォームなどが必要だと付け加えました。ギルデイ総長は特にアメリカ、イギリス、オーストラリアが2021年9月に締結した安保同盟のオーカーズを通じて、オーストラリア政府が2040年代までに核推進攻撃潜水艦を作ることができるとして、日本がオーカーズと似た形で原子力潜水艦の確保に乗り出す可能性を示しました。オーカーズの締結でアメリカとイギリスはオーストラリアの原子力潜水艦の開発を支援し、オーストラリアは2040年までに8隻の原子力潜水艦を建造することにしました。日本政府はオーカーズ発足直後、原子力潜水艦保有計画はないと明らかにしていますが、日本の政界では原子力潜水艦保有を検討する必要があるとの声が着実に出ています。ギルデイ総長はこれとともに、国内のあるメディアのインタビューで、アメリカ海軍艦艇がソヘに侵入し合同演習を行う可能性にも言及しました。ギルデイ総長はソヘが熱い争点だという事実をよく知っているとし、アメリカ海軍がソヘで訓練することになれば、特定の目的に合致するよう正確なメッセージを伝えることができなければならないと述べました。アメリカは通常トンヘで演習を行い、北韓に対するメッセージを送りましたが、ソヘ上での演習検討は中国牽制の領域を広げるという脈絡と受け止められています。日本政府の防衛費支出増大計画については重要な発展だとした上で、日本政府がこの目標を維持すれば、日本は防衛費支出でアメリカと中国に次ぐだろうとしました。日本はトマホーク巡航ミサイル、 F-35 ステルス戦闘機、 SM-3 迎撃ミサイルなど14兆ウォン分の兵器をアメリカから今年購入する予定ですが、これは去年の4倍に上ります。それでは韓国さんの反応です。アメリカは日本人に後頭部を殴られて気がつく。原子力潜水艦は日本ではなく韓国が持つべきで、日本に原子力潜水艦を持たせれば日本が真珠湾を再び攻撃する日が来るだろう。韓国の核保有が正解だ。突拍子もないのに協力して真珠湾のように爆弾に当たらず韓国の核保有を承認せよ。そうしてこそ中国や北朝鮮を牽制し、両岸戦争も抑止できる。アメリカ人は本当に100年以上前のことを忘れたみたいだね。なぜなら日本人とは表では頭をもたげて探検を指す日だけを行き来しながら待つ奴らなのに、1852年の日米守護防衛条約締結後のように米国が日本を先頭に立たせて再び大陸侵略を試みるようだ。30年後には日本が独土を支配して戦争を繰り広げ、自国の国家負債を整理する。日本が持つなら同時間帯に韓国も確保しなければならない。アメリカはお金のためなら自国を攻撃した日本にも武器を売るんだな。日本は原潜を持てて韓国は奪われるだけで、これはどういうことなんだ。オーストラリア、日本だけに与えずに我々にも与えてください。日本が原子力潜水艦を保有する場合、事実上中国の敗北だ。ロシアと力を合わせても中国が負ける。ということで、いろいろ言っていますが、韓国さんみたいな危険な国に許可できるわけがありませんよね。韓国さんは
今はかろうじてアメリカ側ってことになっていますが、いつ中国やロシア側に行ってもおかしくない国ってことを、韓国さん自身が一番わかっていると思うんですが、まあ、だからこそこんなに欲しがるのかもしれませんね。そもそも、韓国さんに原潜を作る技術があるのか疑問なんですが、普通の潜水艦も不具合の原因がわからず困っていたような気がするんですが、大丈夫なんでしょうか。そもそもの話、韓国さんが原潜を持って何をするつもりなんでしょうね。日本が空母を持てば空母を欲しがり、原潜を持とうとすると韓国もとか言い出したり、ただただ日本の真似をしたいだけに見えるんですが、実際のところどうなんでしょうか。アメリカはお金のためなら自国を攻撃した日本にも武器を売るんだなとか言っている人もいますが、韓国さんはお金のためなら国際法すら破り、恩をあだで返し、嘘や捏造を繰り返しているのに何を言っているんでしょうか。そして韓国の核保有が正解だとか言っている人もいますが、韓国さん、それ米国が許可する前に本当のご主人様の中国や北が許すと思いますか。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。